ロボットカフェとは、店内にロボットを配置した業態の喫茶店。ラパロのカフェで働くロボットウェイトレス飲食店の置携帯で店内にロボットがいる非日,日常的な体験や近未来的な体験を提供する。スター・ウォーズなどのサイエンスフィクションでは定番の業態だったが、2010年代以降、技術革新により実現しつつある。また、一部には店員が ロボットに登場したり、アンドロイドやロボットの仮装をして、接客を行う形態の喫茶店も存在するものの、それらはコスプレ系飲食店の範疇に分類されるため、ロボットカフェとは明確に区別される。これまで就労の意思があっても、就労の困難だった人たちにも、就労の機会を提供することでも注目される。かつてからサイエンスフィクションでは定番ではあったものの、 接客に求められる技術水準が高かったため実用化には至らなかった。2000年代以降アイボカフェ、アバターロボット、折姫の分身ロボットカフェ等徐々に増えつつある。これには他の喫茶店との差別化や潜在的な需要の取り込み等の意図もあると考えられる。また、コスプレ系飲食店やメイド喫茶やアニマルカフェのように人件費や 餌代がかからず、衛生面でも問題がないことも、普及の一因として考えられる。遠隔操作によるロボットが接客する営業形態と、相棒のような自立型ロボットが接客する形態に分かれる。先進的なものに対する関心があり、近未来的な体験を望むような層の潜在的な需要を取り込みつつあり、利用者は老若男女様々である。 ロボットは機械であるので営業時間に関する制限は他の喫茶店よりもゆりと考えられる。料金は時間制の課金の形態やメニューのみの店舗もある。ロボットの扱いについて店員からレクチャーを受ける。従わない場合には退店、入店禁止の処置が取られる場合もある。ありがとうございます。